This entertainment. さあ大変なことになりました。地球に呼ばれるキャラクターといえば、スヌーピーやミッキーマウスなどの有名人ぞろいです。地球に行けばそうした有名人の仲間になれるのです。みんなはすっかり興奮してしまいました。ほら、静かにしなさい。ただし地球に行くためには立派なメルヘンものでなくてはいかん。わかりますね。そう言うと、先生はクラスのみんなをぐるりと見渡して一つ大きな咳払いをしました。よってこれから選抜試験を行います。試験に全て合格し、立派なメルヘン者として認められた人だけが地球へ行くことができるのです。試験はこれからすぐに開始します。皆さん頑張ってください。こうして突然、メルヘン者になるための選抜試験が始まったのでした。わーい、試験だ試験だ、みんな頑張ろう。カジカジも応援するからな。別にいいよ、君に応援してもらわなくても。フラーフラー頑張れ。場所とチームが決まり、先生の説明もそろそろ終わりに近づきました。試験終了の時は先生が合図をします。それまでは決して気を抜かないように。はーい、説明は以上です。それでは外に出てください。試験を始めます。はーい、カジカジも行きますとも。カジカジはいつもみんなと一緒だよ。別に一緒でなくても。大張り切りのこじこじに次郎くんは呆れ顔です。でもこじこじはこじこじ、いつだってこじこじなんです。頑張れみんな。やたら元気いいな。いよいよ試験の始まりです。この試験はメルヘンの国だけではなく、他のいろいろな国で行われます。初めて行く国や名前すら聞いたこともない他の国、みんなも少し不安そうです。他の国へ行くのちょっと怖いんだよ俺だって。雪だるまの国とメルヘンの国しか知らないよ。試験では人間界にも行くんだろう。緊張するよな。天の川か。天の川って七夕の日に織姫と彦星が会うんだよな。ああ、織姫か。きっと美人なんだろうな。人間界や天の川、普段行ったこともない行く方法のわからない国へも今回の試験では行かなければならないのです。そこには一体どんな人々がいるのでしょう。優しい人、それとも恐ろしい人。他の国ってどんなところなのかしら。なんだかちょっと怖いわ。うさこちゃんもとっても心配そうです。そうね、でも大丈夫ようさこちゃん。だって先生がおっしゃってたじゃない。他の国ではみんな本当に会いたい人たちに会えるって。そうだとしたら楽しみだわ。そうね、本当に会いたい人に会えるなんて素敵よね。だから頑張りましょうよ。ペロちゃんに励まされて、うさこちゃんはにっこりと見たことのない他の国で本当に会いたい人に会えるなんて、考えただけでもワクワクします。さて、いよいよメルヘン者を目指して試験が始まります。みんな頑張ってね。皆さん、試験は最後まで気を抜かず頑張ってくださいね。次郎くん、フロスケくん、どうぞ。おい、遅俺は不思議屋に会いに行こうかな。